開始させていただきます。市長よろしくお願いいたします。はい、まず塾代助成事業就学援助制度の取り扱いについてです。大阪市では市内在住の中学生の約5割を対象として学習塾や習い事にかかる費用を月額1万円を上限に助成をしています。通常なら前年の所得のにより対象にならない方でも、新型コロナウイルスの感染症の影響で収入が急激に減少した世帯には特例的に対象を拡大をいたします。申請日時点で就学援助制度の対象となる方は前年の所得にかかわらず利用できるようにいたします。就学援助の認定をすでに受けた方だけでなく、申請中の方も受け付けますので手続きをしていただきたいと思います。6月中に申請してもらえれば9月から利用開始ができます。詳しくは塾代助成事業専用ホームページでご確認をください。また就学援助制度についても、新型コロナウイルス感染症の影響に鑑み、生活福祉基金の貸付決定がまだの方や申し込み予定の方も申請を受け付けています。学校徴収金の徴収も認定結果が出る月まで猶予をし、実質的な負担軽減につなげていきます。令和2年度の小中学校1年生に対する入学準備金についても、当初予定よりも約1ヶ月早い9月上旬に支給をいたします。なお就学援助の申請期限は令和2年6月30日ですので、学校を通じてできるだけ早めの申請手続きをお願いをいたします。子育て世帯の経済的負担の軽減とともに、子どもたちの学力や学習意欲、個性や才能を伸ばす機会が少しでも広がるように、さまざまな支援を行ってまいります。次に、不登校の生徒支援のための大阪市教育支援センターについてです。大阪市では新たに令和2年6月1日から大阪市教育支援センター、いわゆる適応指導教室を開始をいたします。教育支援センターは市立中学校の生徒で、学習の意欲はあるが心理的な不安など何らかの理由で登校ができない生徒への学習支援および教育相談の充実を図り、学習の場を提供することを目的といたしています。教育支援センターで活動すれば、在籍する学校で出席扱いが可能です。教育支援センターに教員 OB と学習支援ボランティアを5名ずつ配置をし、通所する、生徒の在籍校と連携しながら、生徒それぞれに応じた学習支援や教育相談などを継続的に行うとともに、心理カウンセラーも1名配置をして生徒保護者からの相談に応じます。通所していない不登校児童生徒に対しましても、教員 OB のスタッフが市立の小学校中学校を巡回をし、学習活動などの状況を把握した上で、心理カウンセラーやソーシャルワーカーと連絡して関係機関の紹介などの支援を継続的に行います。今回教室を設置するにあたって、池や鶴浜からのお申し出により、ソファーなどの家具を寄付していただくとともに、配色やレイアウトなども一緒に考えていただきました。ゆったりと過ごせるソファーコーナーや、窓からアベノハルカスを望むカウンターコーナーを設置するなど、学校の教育とは違う環境となっており、心理的負担の軽減が期待ができます。居心地のいい空間となっていますので、見学も可能です。教育支援センターに興味を持った生徒や保護者の方は、在籍する中学校か教育委員会事務局へご相談をください。次に、長井公園指定管理者の募集についてです。府内最大で市内唯一の運動公園である長井公園は、サッカーワールドカップなど国際レベルの競技大会の会場となる長井陸上競技場を核として、大規模大会時には数万人の規模の集客があります。またスポーツリクレーションが楽しめる自由広場や遊具広場に加え、植物園やユースホステルなど多様な施設がある公園となっています。今回令和3年度から指定管理者、事業者を募集をいたします。長井公園が持つポテンシャルを生かし、 SDGs の取り組みにも貢献をしていくために、人生100年時代を見せる中、スポーツ教育鑑賞を通じて生活の質の向上と健康長寿への取り組みを実践する
公演をコンセプトとして設定をいたしました。通常の指定業管理業務に加え、長井公園の特性を生かした魅力向上業務などを一体的に実施することでコンセプトを実現し、公園内のみならず周辺の地域や都市全体の活性化に貢献する幅広い事業提案を事業提案と事業者を募集をいたします。指定期間は15年から20年間で、長期的視野に立った提案を求めます。公募は本日5月29日から開始をいたします。秋ごろの事業予定者選定後、司会の議決を経て令和3年4月から長井公園の魅力向上に取り組んでいただく指定管理事業者を決定をいたします。募集の詳細は大阪市のホームページをご確認をください。市民地域のあらゆる世代のさまざまな活動の場として、より一層長井公園が愛され、将来にわたって親しまれるような民間ならではの発想や創意工夫にあふれる多くの事業提案と事業者の参加をお待ちをいたしております。僕からは以上です。それでは質問を受けいたしますけれども、必ずマイクを通しまして社名氏名をお名乗りの上ご質問をお願いいたします。質問につきましては性関連のみでお願いいたします。それでは管理者の NHK さん、お願いいたします。管理者の NHK です。よろしくお願いします。新センターの件ですかね。新センターの件、ちょっと細かい確認になってしまうんですけれども、まず、受け入れ可能な人数ですね、人数と、想定されている人数があればちょっとお伺いしたいのと、あと大阪市ですとやっぱ対象の方の数も増えるのかなと思うんですが、この場所以外でもなんか設置されるご予定とかがあるのか一度お伺いできればと思います。まず受け入れの可能人数ですけれども、文科省の指針では生徒10人に対して少なくとも指導員2名程度で対応するとされています。本市では5名のスタッフであることから25名を、程度として、しています。また他の設置予定は今後教育、委員会の4教育ブロックをに対応して、残り3ブロックにもそれぞれの教育支援センターを設置をいたします。あともう一つですね、こういったセンターなんですけれども、大阪府下の、ほとんどの市町でもすでに、ほとんどの市町村ですね、すでに設置済みというふうにこちらでお伺いしているんですけれども、大阪市の方でこの時期になった理由とか、もしあればお伺いしたいんですが、いかがでしょうか。大阪市においては、この不登校児童・生徒のための居場所づくり事業などは実施をしてきましたが、平成28年の義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保などに関する法律、この制定を受けまして教育委員会でモデル校を設置をして検証を行ってきました。そして今年度より不登校児童生徒に対する学校以外の学習の場として、当教室を設置をすることになりました。はい、幹事社からこれで以上ですね。はい、産経新聞の有川です。お願いします。昨日府の方で、決まったことで、クラスターが発生した施設については今後感染防止のガイドラインを遵守してもらって、全面解除するということですけども、そのガイドラインが結構ライブハウスでも原則着席であるとか、割と事業者にとってはハードルが高い内容も含まれているのかなと思うんですが、このあたりの実効性などについて市長はどのように思われますか。まずはこれ自粛は要請であって強制はできませんからね。この間自粛いただいた事業者の皆さんにも自粛協力金という形で、もう本当にもうごくごく一部の負担ね、それで全てこの間の自粛された方の利益確保できるわけではありませんけども、限られた財源の中で、府市一体である程度の協力支援金をこれ出させていただいたけども、もうとにかく事業者にとっては焼け石に水の状態 で特にクラスターが発生した夜の接待のお店とか、それからこのライブハウスはもう本当に死活問題だと思います。
まあ、そういう意味で、吉村知事が少しでも、まあ、早くオープンできるようなガイドラインを設定したと思いますけども、まあ、このガイドラインを守ってはなかなかね、お客さん接待の店でもう接待するなというようなガイドラインになってしまいますんでね、できるだけ3密を避けると。そもそも3密がほぼ目的のように集まってくる、そういう、こうお店、なわけなんでね。ただ、まあ今まだ、ワクチンとそれから治療薬がない中ではね、そのお客さんと従業員の健康を守る、命を守るためにもね、なんとかそういう工夫の下で、営業を再開をしていただきたいと思います。まさに従業員の皆さんもね、非常に、恐怖でしょうしね、まあ多少こうなんていうかな、楽しみ方は変わるけれども、まあ、そういう形の中で、治療薬が、ワクチンと治療薬ができるまで、うん、まあ工夫をして、それぞれのお店での営業活動を再開いただきたいと思ってます。まあ、国もお示ししていると思うんですけど、今後段階的に府県間の往来ですとかイベント観光も再開されていく目安が示されてますけれども、うん、そのまた次の第2波が来た時に同じような休業要請をやるのかどうかっていうことについて、バー市長はどのようにお考えですか。これはまずは命を守るということで、大阪の医療のキャパシティをこう超えてしまうと、これは助かる命も助けられなくなりますんで、やはりこのウイルスは、一度感染がこうスタートするとあっという間に爆発的な感染者が患者が出てくるということになりますから、まあ北九州市では市長がもう、まさに第2波が来てるという判断をされてます。まあ、ああいう状況になれば、もう一度、ステイホームをね、自粛要請を、お願いをするということになると思います。吉村知事がまた同じような規模で休業要請をやるのかについては、今回のことについて国や専門家の検証した上で、まあ、考えた方がいいんじゃないかっていうようなことを言ってるんですけれども、市長としてはそのあたりはどのように、うん、その時間があればいいですよ、うん、だから、まあ、今落ち着いてる間ね、この大阪においては緑のランプが点灯している間ね、この間にさまざまな検証をしてもらいたいと。ところがこれは現実事実を見るとね、北九州市においても、1ヶ月近いゼロ、陽性者ゼロというのが ある中でね、新たな陽性者がこう見つかって発見されて、そこからあっという間に20人を超えるまた陽性者が出るわけですよ。で、感染経路の不明の方がそこの半数ぐらいになってくると。だから、それがこのウイルスの特徴ですから、やっぱり、そういう事態になったときは速やかな対応が僕は必要だと、吉村知事もそれをやるでしょう、うん、だから今緑のランプ灯ってる間ね、この間に、この間の自粛要請の効果検証というものは必要だと思ってます。ちょっと学校の話なんですけれども、まあ、9月の入学制度っていうのは見送られる方針であるということ で現実的にその来年の入試を考えたときに、例えば出題範囲を見直したりとか日程見直したりっていうのは、こう国に求めていくお考えっていうのはありますか。いや、まだ僕は9月の
新学期を、9月入学の制度を諦めたわけじゃありません。もう今も言いましたけども、第2波がこれ来てね、もう一度休校しなければならない事態になると、もう3月でカリキュラムを終わらせるのはもう困難です。今昨日も教育委員会と、そのことについていろいろ協議してましたけども、今の時点で夏休みは3分の2カット、3分の1になる、冬休みも半分、土曜日授業も実施する、うん、で、大阪市のルールとしてね、これ学校再開をして、学校内で陽性患者の児童生徒出た場合はね、速やかに、休校、まあ、学級閉鎖ないし休校をして、それから消毒をして、再開していくというルール決めてる。でこのコロナの場合は専門家が言うのに2週間はもう出てこれないんですよ。一度、陽性患者が出てそこの濃厚接触者となった場合は2週間出てこれない。ほらもう1月ぐらいが休校しなければならない状態というのは、第2波来たらもう必ず1月ぐらいの休校になってしまう。もう今でギリギリなんで、でこれ第2波はもう大丈夫なんだと、それほどその無責任なことは僕もうないと思ってます。だってもう実際第2波起こってるんだから、北海道も北九州もで、まず子どもたち児童生徒にとってね、こう学校の1年間、学校生活で学ぶそのカリキュラムをこれどうやったらね、その子どもたちが学ぶ機会を保障するのかと。だから今の時点ではね、やはりこの第2波第3波大丈夫だろうと、それほどね無責任な決定の仕方はないと思いますよ、うん、だから今日も、政令市長会出ますけどね、もう各政令市に聞いてみたいと思う、うん、第2波が起こった場合、学校休校した場合ね、大丈夫なんですかと、3月で、うん、で、1週間2週間のね入試時期ずらすだけで大丈夫なんですかと。だって濃厚接触にな、そういう発症して濃厚接触者ともに最低2週間は隔離するんですから、このコロナは、うん、それはもうできない理由を並べ立てて、もううやむやでね、まあ、自民党 のそういう若手の人たち、そんなこと言ってるけど、うん、これほど無責任なことないなと。で人たち、どう責任取るのかなと思いますね、第2波、第3波来たとき。僕は責任取りきれない、第2波、第3波が来て、子どもたちの学ぶ機会を奪ってしまうと、これは責任の取りようがありません。であるならば、やはり半年ずらしてね、それが100点満点とは言いませんけど、それで全部解決するとももう言わないけども、やっぱり少しでも時間稼ぎをしていくという方向をねと考えるべきやと思いますね、うん、で今世界中でワクチンと治療薬の開発がなされてます。で大阪でも、府市とそれから阪大、一大、病院機構でやってきた。7月にはまだまだ数人、まあ、医療従事者を中心にですけども、それを試験的に投与するような、まあ、そういう状況にもなってきた。そういうところのスケジュールを見ていけばね、まあ、とにかく今年度をなんとかしのいでいくことによって、このウイルスに対抗できる、対応できるようなね、そういう環境が整うんじゃないかと。じゃあその整うための時間も必要でしょうと。だからそれはじゃあこの1年その時間稼ぎだけのためにね、長年4月、新学期だったのを9月と、要は日本の慣習みたいなものまで見直すとか、
うん、子どもたちのためには見直したらいいと思いますよ、うん、そのような慣習は。あのでそのためにお金も使うのかと、未来への投資ですから、どんどんもうあの金使ったらいいと思います、これは、うん、ここでもうとにかくやれない理由だけ並べ立てて、今の小中学生小中高生をあのもうあの今年はコロナでね、まあ残念やったねと、仕方がないじゃないと、こんな無責任なことはないとこう思ってます。だからこれからもまだもう少し時間あるんでね、政府にこれやるべきだということをあの徹底して訴えていきたいと思ってます。次の質問をお受けいたします。読売新聞。読売新聞地元です。あの先ほどの学校に関して、まあ、市長も常々おっしゃってましたけども、あの今年 の, その、まあ、9月始業が始まらない場合、今年の、まあ、学校行事といいますか、それこそおっしゃってた修学旅行とか、その辺はどうなるというのは話があったんでしょうか。このまま第2波が なければ秋になんとか行けるということで今あの計画してます。第2波なければ、でももうないっていう可能性っていうのはもう、うん、このウイルスがこれで終わるという可能性は、僕はもう、まあ、まあね、まあそれは数パーセントというか、まあもう奇跡的にそんなことあるかもしれないけど、ないという可能性ないんじゃないの、これで終わったという。だってどこ見ても第2波が出てきてるから。だからこの状態でなければね、なければ秋に修学旅行はできるんじゃないかという状況ですけど、ないっていうのはちょっと考えにくいと思ってます。あとあのタブレットの配布っていう話がありましたけども、実際モデル校を選んで、まあ、オンラインの授業を、まあ 並列して始めるとか、その辺の考えというのはいかがでしょうか。あのオンライン授業については、各家庭のそれぞれ個人のあのタブレットのを使いながら PC を使いながら、こうまずはスタートしていきます。でもこれはもうすごい格差があります、きちっとそういう、こうネット環境が整っている、各家庭と全く整ってない家庭がある。それからあのタブレットもそういうこうオンラインに対応できるそういう機器を持っている家も持ってないところもある、うん、で今あの大阪市の状況でいうと、すべての児童生徒に、こうあの格差なくオンライン授業をするためには、もう今年1年か年度末までかかります。いや今予算組んでそういうタブレットを、今発注してるところですから、発注を。でこの発注十何万台発注するわけで、それがこれ物理的に今日打って明日入ってくるもんじゃないんです。これは全国そうだと思いますよ、今だからああいう9月入学をね、オンラインをその前にちゃんと設備すればいいんじゃないかというバカな議員いてるけど、そういうこと、まあ、あの自民党の若手国会議員で言ってるけど、どうやってやんねんと、全くあの彼ら分かってないと思いますよ。僕はこれ文科あの大臣とも話してるんでね、で国でもう各メーカーにもそれ抑えてるけど、でもそれでも今年1年かかって、そのタブレットが揃うのは17、都府県だということです。国が発注かけてんのもこれ来年、それ以外17都府県以外は間に合ってません。その状況でオンライン授業でなんとかなると言ってるね、本当に無責任極まりないなと。あれどっかなんかの利権かなんかあるんじゃないかなと思いますね、ああいう自民党 の若手の反対してる人たち、うん、公明党もなんか反対してるらしい、なんか利権かなんかあんのかな、どうやってやるか一回、ね、皆さんも取材してよ、うん、オンライン授業がきちっとスタートできるのは大阪においても来年の度から、格差なくやれるのは。でも
そんなこと言ってても仕方ないから個人の所有物使ってやろうとしてるけどね、これ格差出ますよ、うん、でそれも17都府県だけで来年3月ぐらいなんとか間に合う、それ以外のとこ間に合いませんよ、うん、だって物がないから、これをねきちっと確認してもらいたいと思いますね。そういうこともね確認せずにできない理由だけ並べ立てる、でコロナを軽んじてなんかもう大丈夫大丈夫と言ってるね人たちほどもう無責任な政治家は僕はいないとこう思ってます。あとまあ、6月いっぺんに、まあ、開業、まあ、解除されるということですけども、この第一波の、まあ、対策に関して特に、まあ、市長からご覧になられてその政府の対策っていうのは、まあ、特に、まあ、経済対策がありましたけどこのコロナの、まあ、封じ込めの対策っていうのはどのような評価になりますでしょうか。これはコロナの封じ込めの対策っていうのはまあ、これ政府のが、うん、評価されるというよりも一人一人の国民の評価として諸外国と比べたときに、これだけまあ、感染者数も抑えながら死者数も抑えたというのはこれは事実だし評価されるべきもんだと思います。だからただまあ諸外国はロックダウンしてやってるわけだからこっちは要請でお願いベースで皆さんが、活動を止めてくれてまあ世界的に見ても死者数も、陽性者も死者数も少ないと言うんだからやはり協力いただいた国民の皆さんのおかげだと僕はそう思っています。次の質問をお受けいたします。大阪日日新聞、大阪日日新聞の木下です、うん、またになるんですけど中小企業支援についてお伺いします。今中小企業の団体がですね4から6月期の景況調査をまとめようとしてまして、うん、まあ、まだ6月もあるんで完全にまとまったわけではないんですけどもその景況がですね、マイナス80にいくんじゃないかっていうちょっと考えられないような数字が出てきそうだという話です。それでまあ大阪市の場合はですね、経済の部分は大阪府で基礎自治体である大阪市はまあ生活支援という話を伺っておりますけれどもちょっとそう役割を分けていては立ち行かなくなるんじゃないかという懸念をしています、今後6月がまあその倒産の、まあ、最初の顕著にある時期だというふうに思われてますけれどもそこに向けて改めて大阪市として対応されるおつもりはどうでしょうか。いやこれ司令塔を開けてるということで実務については大阪産業局が中小企業支援を一元化してやってるわけですからこれは府市一体で大阪産業を支える、特に中小零細事業者を支えるだからこう中小零細事業者の皆さんがさらに成長するようにこう支援する組織ですからこれは大阪産業局が今まあ大阪のすべての中小零細事業者の皆さんが事業を継続できるように今取り組んでいるところです。で独自支援という形よく言われるんですけどね今回まあこの休業要請の協力支援金で府市でまあ企業の場合は100万円個人50万円という形出しました。これはもうね焼け石に水です。この程度でもでじゃあどうしたらこれ全部支えられるのとそれぞれの売り上げをね元へ戻るまでの間売り上げによる粗利をこれ全部保証するということはこれはちょっと財源的にも無理です。本当はそれやらないかんだから全部支えようと思うと結局お店閉まってるいやそこで月100万円の、まあ、売り上げがあってで働いてる人に人件費50万それから、家賃がいくらと
でプラス利益が出るわけだから、それの全てをね公金でこう支援するっていうのは、これはまあ地方自治体というのはお金を発する力はありませんから、これはやっぱり国の役割です、国の、うん、ただ、まあ我々もこれずっと言い続けて、家賃の補助制度、これ国ができました、それから雇用調整助成金も1万5000まで上げられるということになってますから、これをとにかく早く実施してもらって、とにかくこれ遡って支払われることになりますから、早く実施してもらって、その間は融資制度はもう金利、無担保無金利、で、融資制度は用意してますんで、まずそれを、その融資制度でつないでいただいて、その国の家賃補助制度と雇用調整助成金の、拡大、これが出た時点で、そこをまた返済していくと。とにかくまずは融資制度は拡充してるんで、それでとにかく事業継続してもらいたいと思ってます。おっしゃる通りいろいろ制度があってですね、まあ、国もいろいろメニューは作っていただいたんですけれども、まあ、実際やっぱりおっしゃるように遅いと、それで、間に合わない、雇調金なんか特にそうですけど間に合わないところが出てますし、乗り切っても、まあ、9月期限というのがまたっていう話ももうすでに出てます。でそこの間を埋めるのに、まあ、政令市であったり大阪府内の自治体でもですね、まあ、額は十分ではないとは思いますけれども独自施策っていうのを打っていってるかと思うんです。でそこの国の制度では融資も実はそんなに早くなくてですね、間に合わなくて潰れているところもすでに出てます。そこを埋めるような形で、大阪市が独自制度っていうようなことはいかがでしょう。だからそこはそこで働いている人たちの生活を守るための支援を、今秋というかもう今考えているところです。そこはもう生活支援としては200億オーダーで、支援していきたいなというふうに今考えている、要は、ちょっと計画を作っていってるところです。生活勤めてる人が給料もらえない、それから、結局去年の所得と見合った中で、激減をしてサービス受けれない、そういう人のためにはの部分を今今日もちょっと、学校については就学援助制度で、今日発表してますけど、そういう形の中でこのコロナによって所得が減少している、そういう世帯に対して生活支援を我々は重点的にやろうと思っています。企業を継続させていく支援というのはこれは大阪市の体力だけではもう無理なんで、お金すれませんから、もう一度例えば大阪市独自で休業支援金、これは大阪市内で、これ今緑のランプついてるけども吉村知事とも話してるけどね、大阪市内でこのランプを消さなければならない、赤をつけなければならないような市内がやっぱり増えてきたよという状況になったとき、このときは僕はちょっと考えてます。これはこちらで要請するわけだから、市内事業者に第2回を、でもそれ事業を継続できるような金額にはもうなりません、はっきり言って。今回事業者に100万円というのを府市で吉村市長と吉村知事とやったけど、2ヶ月ね事業を止めてもらって、それは100万円は本当にもうまあ焼け石に水の、まあ要はアリバイ的な支援ですよこんなのは、うん、でもこれ国を挙げてもね全部はできませんから、だからとにかく今は融資制度はすごく大きなお金国も積み増してるん でそれを利用していただいて、で返済時期についてはとにかくこれはもう柔軟に対応すべきで、柔軟に対応しようと
例えば保証協会なんていうのはもうそういう気持ちで我々やってますんでね、うん、だからこれがいざ返済時期が据え置き期間が過ぎて返済になった時にどうしても返せない場合は据え置き期間を延長するとかそういう形で事業継続の支援はしていきたいと思ってます。ありがとうございます。あとちょっと別の話なんですけども、介護施設、まあ、施設だけじゃないですかね、デイケアも含めてですけども、かなり介護事業者が感染のリスクにさらされているということで、まあ、財政のところもそうなんですけども、その知識がないということで、そういったまあノウハウとかですね、知識とか、まあ、保健師さんなりに教えてほしいというところがたくさんあるんですけれども、まあ、もちろん保健師さんがものすごく忙しいのは分かっていることでして、そこを、まあ、どういった形か分からないんですけども、講習的なものとか研修的なものができないかっていう方々がいらっしゃるんですけども、あ、分かりました。そういう声があるんならそれはすぐ対応していきたいと思ってます。社会福祉施設、介護施設を含めて社会福祉施設に対してはこのコロナの、感染がこの拡大をしているその頃からですね、個別のそれぞれ事業者と連絡を取っています。それは何かというと感染防止のための、まあ、装備品の不足を我々が補うためです。一番最初はやはり消毒液がどうしても、もう不足ということがありました。市内、福祉施設介護施設において、だからそれは大阪市として、消毒液を確保して各介護施設に不足しているところには全部配ってますし、またマスク等についても足りない場合はこちらから支援をの物資、を送っておりますんで、そういうこう研修的な院内感染を起こさないための取り組み方法等、そういうものの研修の要望があるんなら、それは、我々の保健師看護師からそういう機会を作りたいとこう思います。一度そういう介護社会福祉団体の方と協議をしたいと思っています。ありがとうございます。はい、毎日放送、柳瀬です、うん、府立高校の方がですね、今日、まあ休みの期間を夏休み、まあ、10日ぐらいにと、冬休みも、まあ、半分にすると、で市町村にはもう26日の段階で、まあ、休みの期間をどれくらいにするか、まあ、通知をされていると、で松井市長も先ほど改めておっしゃってたと思うんですけれども、改めてその、小中学校とかの休み期間って今市としてはどのように検討されているのか教えていただいてもよろしいですか。だから夏休みはもう3分の1になります。冬休みも半分というのが市教育委員会の考え方です。それに加えて土曜日の授業もという。そうです、それでも土曜日の授業がやります。で今各学校でそういうふうに今カリキュラムとか含めて調整中ということ。調整中です。で昨日、府の方でまあ、学校を本格的に再開するにあたってその感染症のマニュアルというものが出たと思うんですけれども、まあ、松井市長先般学校はクーラーがあるから夏休み10日間ぐらいでも、まあ、市内はクーラーあるからというふうにおっしゃってたと思うんですけども、うん、マニュアルでは、まあ、エアコンつけてても換気は常にできる限り行ってくださいというふうなことなども書かれてたと思うんですけど、そのあたりいかがですか。うん、換気はしますけど今のクーラーもう性能は高いんで、換気をしながらなんとか室内の、教室内の温度は熱中症にならない、そういう状況は作れるとこう思っています。それから空調設備はそもそも換気機能も備えて、いますんでね。それから学校再開にあたって大阪市の小中学校では授業と授業の間の、休み時間を、ちょっとこう余分に時間を取って、その間に、
一人一人が、まあ、手洗いうがいをしながらね、感染を、感染しないようなそういう、一人一人の行動を促していくということになってます。それから、フェイスシールドもなんとか全生徒分が、揃うことが揃えることができましたんで、で、夏のやっぱり教室内のマスクっていうのは、まあ、非常にやっぱり特に低学年の子どもには負担でしょうし、そういう形の中で、こう、少しでも感染のリスクを抑えていきたいと思ってます。ちなみに確認なんですが、フェイスシールド全生徒分、まあ、児童生徒分揃うと、これ実際にじゃあつけ始めるのはいつからというふうに今ご想定されてますでしょうか。もうすぐできるよね、あれ。いつからできてんの。教育委員会来てる。ちょっともう学校開いたらすぐやれるようなことに今用意してるんで、また教育委員会から答えさせます。で教育現場の方でですね、まあ、少し話を聞きますと、やっぱりその感染症対策とか、まあ、フェイスシールドとかを含めてですね、まあ、かなりその現場で対応しなければいけないということもかなり多くなってですね、現場の負担もかなり増えていると、うん、で現場の負担もかなりその感染症に対する対策とかでかなり負担も増えている中で、うん、そのまあ9月の、まあ、入学の話も出てくると、うん、もう学校現場としてはかなりパンクしてしまうというふうな声も出てますが、うん、そのあたりいかがですか。まあそれはマンパワーをなんとかね、こう拡充しながら、まあ負担を分散しながら子どもたちの、学生生活が成り立つように学校環境を整えたいと思います。まあそれは具体的にいろんな作業が出てきたときに考えますけども、まあ短期間で、こうそういうお手伝いをいただけるような、まあそういう人を募集するなりなんなりして、多少やっぱ負担は増えるのは間違いありません。でもまあそれは、こうマンパワーを導入しながら対処したいと思ってます。次質問あるのかな。読売テレビの淵上です。夏休みの授業の短縮の関係なんですけど、この授業期間中っていうのは給食も合わせて出るような感じなんでしょうか。もちろんやります。あとすみません、発表項目の関係でこの支援センターの子ども不登校の生徒の支援センターの関係なんですが、松井市長としてはその大阪市内の不登校の生徒児童の数っていうのはそもそもその多いのか少ないのか、そのあたり受け止めをまずお願いします。まあそこは多いと思います。すごいそれぞれのエリアによって生活環境家庭環境がすごく違うっていうのが大阪市のこう特徴ですよ。だからその中において、やはり、厳しい家庭環境のこう子どもたち の、まあ、そういう子どもたちも多いというようなことで、やはりやっぱり学校に馴染めない子どもたちも、相当数いるとこう思ってます。今回この支援センターなんですが、まあ、20政令市の中では他の政令市は全てあって、今回大阪市がまあ一番最後にできるという形になると思うんですが、まあ、それだけこう不登校の生徒児童が多い中でこのセンターの設置がまあ最後になった理由というか、そのあたりあれば教えてください。まあ、これは、これまで橋本吉村両市長もね、学校環境を変えようということで、まあ、子どもたちのまずは食育ということで給食を、橋本さんの時は給食なかったわけで、これをまずはお弁当からスタートして、で吉村知事が自校調理方式で、給食のその栄養価と味を、まあ、上げていって、
それでまあ僕が今度給食無償化というのに踏み切ってきたと。これはもう、約10年にわたって教育改革を、橋本義村首相と僕と引き継いでやってきてるけども、うん、この、まあ、不登校児童対策というところまで、手が回っていなかったというのが、まあ、事実でしょうね、うん、だから、この大阪市教育委員会も頑張ってるけども、まあ、一教育委員会でやっぱり500をの学校でそれぞれのとにかく大阪市内はエリアによってもう特色がもうすごくあるんで、生活環境も格差あるんで、それにきめ細やかな対応というのはやはりこれはもう非常に組織として組織の在り方として厳しい。だから今回は4ブロックでそれぞれのエリアに合った教育環境を整えるためにブロック化しましたけども、これでもまあ最終決定権は教育長とそれから予算については市長なんで、だからこれをもっと速やかにスピーディーに物事を進めていこうとするとやはり、こう規模がもうちょっとこうコンパクトなものにして、意思決定できる行政組織が必要だと、まあ、それは特別区なんですけどね、うん、だからやっぱりこの270万学校数で500校一教育委員会で教育長1人と市長も1人という中ではやはりスピード感を持った物事の体制はなかなかできなかったというのが、これまでの、まあ、大阪市だと思います。朝日新聞の笹川です、うん、ちょっと話題変わって、うん、大阪都構想の関係なんですけれども、うん、以前の会見で都構想の財政シミュレーションの見直しについてお尋ねしましたけれども、うん、秋頃にかけて、まあ、市の荒井市さんの見直しと連動して見直していくというお答えだったかと思います。でその後法提供の6月の日程が決まって、協定書案の取りまとめというのも予定されているわけですけれども、うん、このシミュレーションの見直しよりも前に、まあ、協定書案の取りまとめがされるということについては市長としては問題はないというふうにお考えでしょうか。いや、それは問題ないと思うし、これはもう最後住民投票で皆さん判断いただくわけだから、うん、その時に、説明ができれば、まあ、説明をきちっとすればいいんじゃないかなと思うし、で協議書ができてその協議書元に、総務省と、これ協議していくわけですよ。で大阪都構想、僕はもう一番最初からこれ国とやり取り、そもそも特別区設置法を法律を作る前から我々やってるわけだから、でその時に一番国の総務省財務省がこう懸念してたことは、この大阪市を4つの特別区に再編することによって国の財政措置が増えることだけはダメよと、国からの今の政令市大阪市の、が国から交付税もらっている範囲であれば大いいけれども、その新しい制度で国の財政措置が増えるような仕組みは絶対認められんというのが国の総務省財務省の考え方ですから、うん、だからこの協議書を取りまとめて国と交渉するにあたって、国が、それを協議書を良しとする、うん、それは要は財政的に成り立ってるから良しとするわけですから国も、うん、だからこれは国との協議の中できちっとそういうものが見えてくると思います。すみません、ちょっと確認というか私の理解ができてないかもしれないですけど、そのじゃあ国との協議をする中では、まあ、長期のシミュレーションで見直したものは出せるということなんですか。これは国からいろいろ尋ねられる中ではそれは、まあ、役所同士
うん、あの協議はしていかなければなりません。そもそも成り立たない、自治体であれば国は許可しませんから。今の関連ですけれども、そもそも今のこのコロナの状況でですね、財政シミュレーションを出すにあたって、法人税ですとか、歳出の部分ですとか、当然必要になってくると思うんですけども、今それを出せるようなところはですね、どこのシンクタンクも含めてないと思うんですけど、これをその6月の段階で、国に出してきたとしても7月以降の指標となると思いますけど、うん、これを6月の段階で決めることは可能だと思います、思われますか？いや、可能だと思いますよ。うん、コロナでさまざまに、ここから数年、財政的に非常に厳しい時期続くでしょ。これも税収も伸びないわけだから、失業者も多いだけ、中で、支援策も、今度は財政出動も、必要になってくる。生活支援するにはね、それでも大阪市という組織であっても同じことですよ。それは特別区に変わっても同じこと、大阪市のままでも同じことなんで、要は自治体として成り立っていけるかどうかというところだけがやっぱり、国と協議の中で我々がきちっと説明していく部分になると思います。そうするとですね、特別区の、一つの大きな要因条件としてですね、住民サービスを維持すると落とさないんだっていう話があると思うんですけども、これは国のですね、7月の指標も出る前にコロナの前の指標で作ったところで、ほぼ意味がないんじゃと思う、ないんではないかと考えるんですけども、それで、特別区が成り立つっていうふうにはちょっと考えにくいかと思うんですけど。いや、それこのコロナで財政厳しくなるのはもう今の大阪市でもそのまま来年そのまま厳しくなるわけで、でそれで、今財政調整基金を使いながら今のサービスを維持していくという方向ですよ。だからそれは単年度、財政調整基金の繰り入れなしで単年度予算を組もうと思うと、それはサービス考え直さなければ成り立ちません。それは大阪市のいう、自治体であっても特別区という自治体でももう同じことです。特別区でも、だから当面の間は財調基金、これを活用しながら、これは大阪市であろうが特別区であろうが、これ活用しながら今のサービスを維持していくというのが、大きな方向性になると思います。その今のお話の中で2点確認ですけども、一つはですね、国の方も現在その法人税も含め、どういった支出があるかというのも含め今作っている最中で、当然大阪市もそれがないとできないわけですから、そのお互いに指標ができない中でやり取りしても、これが本当に成り立つのかどうか分からない部分が一つとですね、今の財調基金の話ございましたけれども、陳情の中にもあったかと思うんですけれども、この財調にしろマンパワーにしろ、コロナに対して注ぐべきではないんだろうか、その後でも遅くはないんじゃないかという話もあったかと思うんですけど、その2つはいかがですか？いや、だからそれは例えばコロナに対しての対応でもね、これ大阪府と大阪市、今僕と吉村知事だからこれ一体的にコロナ対応ができて、大阪のコロナ対応というのはおおむね評価をされているというのが事実だと思います。でこれが今まさに人による人間関係によって成り立ってるだけですから、これ危機管理の対応としてもやはり大阪市という政令市が大阪のど真ん中の
270万政令市という形がをこれ見直すことによって二度と対立をしない形が作れるわけですから、大阪府と僕は今の人による関係で脆弱なものよりもこれ人が変わればお互い反発し合いますから、事実反発し合ってきたわけだからこれまで、その前の新型、2009年の新型インフルエンザの時は平松さんと橋本さんで対立したわけだからね、そこと比べればやはりここ危機管理においても大阪都構想の方が、住民にとってはプラスなんじゃないのと思うし、それから経済を復活させていくということについても、これは、コロナによって、まあ、大阪も大きなダメージを経済的ダメージを受けてるけど、でもその以前ね、このコロナの以前はやっぱり府市一体で要は司令塔一つにまとまって、経済政策をやってきた、要は大阪の成長戦略も一本化してきた、それから観光戦略も一元化してきた、それから産業局も作った、まあ、そういう中で、他のエリアと比べて大阪は高い成長率を維持してきたわけですから、だからやはりコロナ後大阪の経済を成長させるためにもね、広域を一元化していく方が僕はメリットはあると思ってます。松井市長と吉村知事の関係でですね、まあ、大阪府大阪市が協力体制を築けているというのは事実だと思うんですけれども、そうであるならばですね、まだ2人とも任期があるわけですから、何もこの11月にですね、慌てて、住民投票という形にしなくてもですね、7月にはまあ国も多分出せるかどうかは、まあ、はっきり分からないし指標を出してくるでしょうし、今の状況では、まあ、先ほども言いましたけど中小企業とか、まあ、商店街の方々もそうですけど、まあ、とても落ち着いて都構想についてじっくり考えるっていう状況ではないと思うんですけども、それならば11月ということではなくてですね、しばらく延ばすっていうことも考えられるかと思うんですけども、それはいかがですか。だから日程についてはコロナの状況を見計らってということは考えてますけど、今このグリーンランプが点灯している中では、まあ、11月に、やれるであろうというふうに僕は思っているということです。だからじゃあもう来年は絶対大丈夫かって言ってもそれも不確定なわけですから、うん、まあ僕の市長としての任期あと3年のこの中では必ずやるわけで、でまあ、今の状況であれば11月も、まあ、これはやれると僕はそう思ってるということです。すみません、先ほど のフェイスシールドの関係ですけども、6月10日までに各学校の方に配布予定です。毎日新聞。すみません、毎日新聞の八尾です。先ほどコロナの影響で、まあ、今後 2,3 年なのかちょっとなと利用者が増えるとい う話もありましたけれども、今後その社会の状況として市長が、具体的になんかこうイメージしているものがあればこういう対策が必要だとかですね、今後コロナの、さまざまな勤務形態もテレワーク等々ね、だからそういうところは、まあ、新しい働き方、働き方、コロナで被害を受けているのはサービス業の方々です。でこれはもう方がコロナ前の状況を取り戻すというのはもうコロナを普通の風邪にする
これに、思ってますんで、だから、に力入れてきたわけですから、これはまあ今、研究者の皆さん、取り組んでくれておりますんで、まあまあ、我々が今、やってるのは7月から、まあ、これはもうまだ非常に数少ないけれども、治験ができると、で9月に、多少その、量も作っていけると、でまあ世界中今やってますんでね、まあ、なんとか来年の春ぐらいに、そういう、こう効果のあるワクチンが世界でできてくればね、でそこからまあ徐々に、インバウンドのお客さんも、まあこれ世界中で、このワクチンの効果が出ないとこれ来れないわけだし、日本人も行けないわけだから、だからそういう形の中で、再来年の、まあ、2年ほどかかってね、まあ、戻すことができるのかなと。であとはやはり万博に向けて、スーパーシティ法案も通りましたけど、新しい、そのまさに今回のこのコロナのこの感染症と100年に一度の感染症が命輝く未来社会のというね、そういうテーマで、その数年前にね、100年に一度のこの感染症に襲われた、だからこれはもうね、この襲われたことをね、逆にね、こうなんとかこう、チャンス的に、そういうこう、世界の人々が健康で自立していける、そういうものを開発をしていうものにしたいと思ってます。すいません、まあ、少なくとも、まあその2年の中でですね、もしかしたら影響はその後にも続くのかもしれませんが、まあ、先ほどおっしゃってた失業者とか、そういったところへ その手当というのは今よりはかなり多いお考えでしょうか。それはそうなると思いますよ。これやっぱり、有効求人倍率が1を切るということは、結局人が余ってるということですから、その場合は要は人件費が下がっていきますよ。需要と供給のバランスなんだから、供給が過多になれば、今まではとにかく人手不足だったんで、まあ、各業界である程度労働環境を良くしないと人が来ないということで賃金も上がってると。でもそれが人が余ってると供給が、まあ、要は失業者が増えて働きたい人が多くなって、要は有効求人倍率1を割り込むと結局はこう要は報酬は、ね、上がらないわけですから、だから我々は基礎自治体としてね、そういう状況の中でいかに生活の支援をしていくかということです。だからまあ給食無償化はこれ、コロナの対応としても1年前倒しでやりましたけど、これはまさに子育て世帯の支援です。だいたいこれで子ども1人当たりね、普通は、年間5万円程度の給食費を、お支払いいただくわけだから、これが今ゼロ無償ですから、だから可処分所得は1人当たり各家で5万円増えてると、小学校中学校ね、だから2人いれば年間10万円の可処分所得が増えることになりますから、こういう形でやはり生活が成り立つように支援をしていきたいと思ってます。
まあ、昨今生活保護を受給される方も、まあ、増えてきたということもあるそうで、うん、まあ、一方で先ほど市長の話だとやはりその市が単独でその経済対策を打っても、うん、まあ、100万ちょいぐらいだとやっぱ、まあ、そんなに大した支援にならないという話もありましたが、そのやっぱ最後はその国が何かをしなければもうこのままその経済自体は回復することが相当難しいというふうなお考えなんでしょうか。いや、日本の力であればこのコロナが普通の風邪になれば、まさに回復できると思いますよ。今のホテルも含めて、ホテルやサービス業含めてね。だからその間やはり1年半から2年かかるわけですから、その間、こう生活が苦しい方をどう支えるかというのもやっぱりが一番ポイントになるのかなと思います。財政調整基金をまあメインで使っていくという話でした。だいたいその今1600億ぐらいある中をだいぶこう使っていくという話だと思うんですけど、どのあたりまで使うっていう、こうイメージはあるんでしょうか。いや、これはどのあたりまでっていうか、まずお金ありきじゃなくて必要な、生活支援策を実施していきたいと、こう思っています。わかりました。まあ、万博に向けてという話がありました。万博の前に来年は一応まあ五輪という話なんですけれども、今の話だと、まあ、その普通の風邪にならないとですね、なかなか海外との行き来も難しいということで、来年の五輪は実際できるというふうに思ってらっしゃいますか。いや、これは難しいんじゃないの。アスリートの皆さんも非常にショックだと思いますけどね。だから世界中そうなんで、24年のね、パリもこれだからそこに向けてね、まあ、パリもヨーロッパもすごいコロナの被害を受けてるわけですよ。で、そこももう非常に経済的に財政的にも厳しいわけで、でこれから施設を整備していく24年に向けて、これはもうパリも苦しいと思いますよ。こう設備をこれから施設から何から全部やっていくのは、だから、まあ、こんなの言ったらあれだけど4年4年ずらしたらいいんじゃないのと。日本はもう設備はできてるんだから、今年やる予定だったんで、国立競技場も全部各会場も全部できてるんで、だから今度パリはそれに向けて24年向けてこれから投資して作っていく。でもそこも遅れてると思いますよ。もう自由に働ける状況にならないし、やはりヨーロッパのそういう施設整備にはこう各国から労働者が入ってきて仕事をするわけで、で今の状況でじゃあ24年のパリの万博に向けて、オリンピックに向けて世界中からそういう人を呼び込めるのかといえば、その状況もなかなか作りにくいでしょうから、だから24年ももうなかなかこれから施設するの大変だからね、まあ、僕がそういうこうオリンピックの交渉できるんであればね、俺はもうパリとアメリカと話してね、だからまあ IOC も話して、これ今世界中動かないんだから それぞれ4年延ばせよというのが、で日本はできますから設備出来上がってるんで、そういうこう交渉をねぜひやってもらいたいと。それ一番綺麗なんじゃないし、相手も助かると思うけどね。24年に無理やりこうオリンピックの設備整備するよりは、うん、だからそういう交渉をぜひまあこれはまあ IOC との交渉だから森会長なり、安倍総理なんだろうけどね、うん、まあ、そういう話し合いする方が現実的なんじゃないかなと思います。読売テレビの淵上です、うん、住民投票の実施時期についてなんですけど、うん、まあ、状況を見ながらっていうお話で、まあ、大阪が緑の今の状況だったらやれるということだと思うんですが、まあ、実際にその判断する時期に差し掛かったときには、
これ何をもって、まあ、死者の第2波、第3波もほぼ間違いなく来ると言われている中で、まあ、その時が緑であっても、まあ、実際住民投票やるときはどういう状況なのかと読めないわけで、そうなると何を判断材料としてやるかやらないか決められるんでしょうか。まあ、最終判断は議会の議決後60日ですから、住民投票は50日やったかな、まあ、それですから。だから議決すればもうそのある一定の、時間が経過し、もうその議決で投票日決まるわけですよ。いや最後はそこですね。でそこでやっぱり緑でもう議決すれば、その後ね、まあこういろいろ状況あるでしょうけども、まあ、今回このコロナの最中でも、国政選挙、地方選挙は行われてきましたから、まあ、民主主義のもう選挙投票というのは民主主義の根幹ですから、そこはもうその状況に応じた形で実施するということになるんでしょうね。その議会にかけるかどうかっていう判断は何か判断材料があるんですか。この議会で議決をするというその判断材料はありますか。なんか今緑のランプ点灯中で、このまま秋、までね、なんとか続けれれば、もちろんそういう形で、まあ、今のところは予定通り実施したいと思ってます。そうなるともう一回その第2波第3波という形で、まあ、赤が点灯するような状況になれば、もうこれは延期を判断するしかないという状況なんでしょうか。まあ、それはその時の状況ですよね。関連で時事通信、岸本です。今まで7月に、住民投票をするかしないか、7月中に、判断するというふうにおっしゃってましたが、今のお話だと9月までその最終判断時期をずらして、いや、なんか今の時点ではやるという判断してるんですよ。で最後もう一回止めるかどうかは9月にもう一回その時期はあると。だから今はもう6月の法定協で協議書は作り上げる、でそれで総務省との協議に入ると。だから今はやるという判断をしているということです。本当にやるかどうかっていう判断はその議会にかけて、まあ、可決されたとき、だからルールとしてはそうなってますから、議会の議決を得て、50日後かな、投票、すいません、60日後ということになってますから。すいません、これまでのその7月中に住民投票するかどうかの判断をするっていうのは変わらず7月中に判断されるっていう。だから今は、まあ、やるという判断をしているということです。やるか、まあ、今の状況であればやられるっていうことですけれども、実際やるかやらないかを判断されるのは7月までには一定判断される。いや、だから今の状況であればやれるということで、今の日程通り工程通り進めていきます。だけど最後もう一回今度は止める判断は9月にもできるということです。あまりなくなったということですか。だからコロナが、今例えばまだ黄色ランプとかやったらまだ判断できないという状況になってますよね。今黄色ランプ赤ランプならでも、まあ緑ランプになって6月1日からはほぼ自粛要請すべて解除しながら、まあ新しい生活様式でそれぞれこうビジネスも再開してくださいよという状況に今なってるわけで、だからその状況であるから今の時点では予定通り実施したいと、こういうふうに実施できると判断しているということです。これが黄色やったら7月までにもう一度決めますよということになってますよ。他はございますでしょうか。すみません、エルマガジンの岡田です。あるということなんですけれども、保護者の方から生き生きの再開がいつになるかっていうふう疑問が多く
上がってまして、うん、で半日で授業が終わった中で、うん、中途半端な時間にお迎えになると、仕事をしているとどうしてもなんか大変になってくるといった意見もあったりして、府としての市としての対応はどのようになってますか？それ学童を含めて再開していきたいと思ってます。子どもたちの居場所というのは作っていきたい、こういうふうに考えております。6月1日から行き来は再開されるということになるんですかね？それあれ学童は今でもやってんやろ？やってますな。だから今もそういう形で、家庭で、こう保護できない、場合は今学童もやってますから、6月1日からも、学校終了後子どもたちが学童なり生き生きなり行けるようにしていきたいと思ってます。医療従事者の方しからダメっていうふうに断られたっていう声もあったりしてますけど、ね、いやそれはね、もう何回も言ってるんだけど、今回コロナの時に医療従事者以外にもスーパーの方とか、それから物流の関係者の人とか、それはもう働いてもらわなければならない業種の人たくさんいたわけだから、だから医療従事者だけじゃなくて、どうしてももう仕事をしなければならない人については、学童も生き生きも受け付けてますんで、そういう形で6月1日学校再開以降も、子どもたちの居場所は作っていこうと思ってます。わかりました。はい、ございますでしょうか？夢新聞、夢新聞です。先ほどの住民投票なんですけど、9月、直前の段階で止めるかどうか判断するということですけども、黄色だったらまだできるという考えですかね。青ならできると、そのまま行かれると思うんですけど、黄色とかその辺が難しいかと思うんですけど、その辺についてはだからそのどのような黄、その時でどのような黄色なんかね、赤なってたらこれ無理なんで、赤が点灯するいうことは、そもそもステイホームをお願いせないかんと。でステイホームをお願いしてる中で、こうなかなかやりにくいよね。ただでも今回選挙ということでいくと、ステイホーム中に地方選挙も国政選挙も行われてますんでね、ただ投票率は低かったよね、やっぱり。だからできるだけやっぱり投票率を上げる中で、多くの皆さんに新しい制度の是非を判断してもらいたいと思います。あと先ほど市長が発言された中で、休業要請に対しては協力金ということで支払いましたけれども、第2回目 の, その休業要請がもし、あった場合っていうのも、これはもう第2回目 の, 協力金みたいなのは支払われるお考えですか、これは。これは必要だと思いますよ。だからそれは どの規模になるのかね。第2波が来て、いやそれはもう第1回休業要請協力金なんだから2回目払う理由ないでしょ。また休業要請お願いするんだから、あとはもう財布の中身のどれだけ財源があるかどうかの話だと思いますよ。だからこれが今の大阪の、大阪モデルの指標の中でね、大阪市域のが、その感染拡大がこう非常に、の状況になったときは、やっぱり地域で休業要請してもらうということになれば、これは大阪市として考えると。大阪府区域全体でやはりやる必要になってくれば、前回と同じような形でもう一度休業要請してるわけだから、休業要請に対しての、協力金というのは必要になってくると思います。他質問ございますでしょうか？それでは終了いたします。それで政務の質問を受け付けますけれども、各社さんいかがでしょうか。
時通信岸本です。ちょっと端的な質問なんですが、うん、その先ほど吉村都構想についてなんですけれども、吉村知事と、市長のですね、その人間関係で、まあ、非常にコロナ政策がうまくいっている部分っていうのは、その、都構想がもし実現した場合、4特別区長が出るわけで、その4人と、知事の人間関係が良好でなければ、その休業要請の協力金なりですね、それを迅速に手配するっていうのはできないんじゃないかと、すみません、素朴に考えるんですけれども。でもそれはそもそも権限を持ってるのがどちらかということがはっきりしてるんで、広域の大きな状況で物事を危機管理も含めて判断しなければならないときは要は知事が方向性を定めるという、そういう権限を持つわけですから、政令市と大阪府の一番 の, この問題点は、どっちもが権限を持つということだから、バラバラになったときに混乱を起こすわけですよ。だから特別区長と、まあ、都知事、府知事と、それは意見合わないときもあるけど、最後は知事の判断で物事を動かせる、そういうことで物事を決めていけるということ、方向性をまあそれだけの権限を持ってるわけで、責任もその代わり取らなければなりませんよ。だからそういう形で都構想っていうのは役割分担をきちっと明確にしましょうねということだから、だから、どちらにも権限があってぶつかり合った時に、府民市民、だ特に大阪市民は大阪府民でもあるわけで、その時にぶつかり合った時、知事と市長が違うことを言ったらどっちなのと、で結局こう物事決まらないで混乱する、これが一番マイナスだと思ってますから、だから特別区長と都知事であれば、大きな今回の危機対管理とか、それから大きな、成長戦略だとか、それは知事の意見が特別区長と違ったとしても、最後は知事の権限で物事を動かすことができると、だから、それが我々は大都市にとっては、必要だというのが我々の考え、だから、いや、そうじゃなくてね、もう、知事と大阪市長、政令市長と、まあ、2人でもういろんなことを話し合いながら、意見が合わない場合は、まあ、こう会うまで話し合いしながらね、やればいいじゃないという人は多分とこそ反対、だから何と比較するかと、我々は意見が合わない今昔の大阪府と大阪市不幸せの状況をずっともう目の前で見てきたし、まあ仕事をしだしてもやっぱりそういう形で大阪が成長できないというのを見てきた。だからそれはそういう権限を一元化して早くスピード感を持ってものを決めていく方が僕らは大阪のためになるということで、今この制度改革を、まあ、やってるわけですよ。だからいや、そうじゃないと、特別区長になっても知事と意見合わんかった時に、まあ納得、区民として納得できへんとか、そういう人たちは多分反対ということになるんでしょうね。でも権限は、大きな仕事の権限は知事に持ってもらうということになりますから、でその知事が悪かったら選挙でその知事を変えればいいわけです。使用抹殺になるかもしれないですけど、重曹市民病院の専門家とかそういうのはやっぱり、まあ、大阪市長だったからできたのかなって、それで医療崩壊を食い止める手段の一つとして、まあ、用意できたというか準備できたのかなと考えるんですが、その、まあ、大阪都知事がそこに作るっていうふうになった時に特別区長が反対したら、それは実際には起きない話なんじゃないかと。いや我々今回の
協議所は、病院機構が一元化になるようになってますから、これ知事の権限のところに行きます。そう、今大阪市病院機構と府病院機構があって、この2つの機構が、一体で、まあ一つの組織になると。で権限は知事の権限、設置団体が大阪府になるんで、要は今のその時の知事が、これはもう重層が必要だとなれば、まあすぐに、その重層市民病院をコロナ専門病院として判断できるということになります。これ判断するのは大変ですよ。僕もこれ今回もうギリギリのところでね、医療従事者の皆さんの意見聞いてあれ決めたけど、うん、それはね批判あると思うよ。あの状態でトップダウンで決めたっていうのは。でもこれね、現場すべて丁寧に意見聞いて、で全ての人に納得してもらう形は無理ですから、こんなのは、うん、もう危機管理としてはもうあれしかなかったとこう思ってます。最後にしますが、まあ、そうなるとその都構想の住民投票っていうのは吉村知事へ その委任状みたいな性格を帯びてくるのかなと思うんですが、その知事に権限を集中していくという点で、まあ、吉村府政の委任状という性格。いや、それはもう大阪の人って一番最初2015年の時はね、まあ、やっぱ橋本さんに対しての好き嫌いとかそういうのもあったけど、それからもう5年以上が経過してきてね、冷静にこう都構想の中身についてもこの間もありとあらゆる選挙で争点になってきたわけだから、冷静にいろんなこう、中身のことも判断できるような、まあ、それだけの情報も我々は出してきたつもりなんでね。だから2015年はいろいろと家賃が上がるとか税金が上がるとか水道料金上がるとかのそんななってきたけど、まあこう そこから、うん、もうありとあらゆる選挙でこの都構想が争点になってきたと、その中でさまざまな情報を取り入れながら冷静に判断いただけると思いますけどね。うん、他よろしいでしょうか。呼びしましょう。ちょっと先ほどの住民投票のちょっと手続きちょっと細かいんですけども、うん、まあ、知事市長としては、まあ、協定書決定したら速やかに議会に付議しないといけないということですけど、まあ、止めるっていう判断をするということは、まあ、議会にできたら、まあ、そこでできないと判断したら議会になんか継続審議だり何だりしてもらいたいということになるんでしょうか、ね。まあ、手法はそういうこともあり得るということですね、手段としてね。よろしいでしょうか。じゃあこれ、はい。